私が陣頭指揮を取る。戦国八陣ボーナスの陣。足利義輝将軍編。内紛により幕府に反旗を翻した松永の企てを阻止した私は、対話による太平を掲げ各地を奔走していた。しかし各国の思惑が渦巻く戦乱の世にあって、地に落ちた幕府の信頼を取り戻すのは難しく、己の理想と現実との隔たりに苦悩する日々が続いていた。そんな中、思いもよらぬ知らせが入った。弟さえ守れず、何が民のためだ。お望みとあらば、この勇さ、新たな力を差し上げましょう。世はまさに戦国、力ある者たちの横暴がこのような悲劇を生むのです。ならばその者たちを何とかするのが先ではないでしょうか。さあ、ご決断を。もうこれ以上戦乱を長引かせるわけにはいかない。混迷を極めた状況を一刻も早く打開しようと考えた私は、力による平定に乗り出した。強大な力を行使して各地の乙女たちを退け、最大の障壁と目された織田軍を辛くも制した私は、直後この一連の状況を作り出した首謀者と対峙することになる。さすがは義輝様、お見事でございます。松永を籠絡し魔物を解き放ったのはお前であろう、勇才。全てはお見通しというわけか。お前はもう用済みだ。無限の闇に落ちよう。私が止めてみせる。命に変えても。勇才との死闘を制し、全てが終わった。そう安堵したのもつかの間、勇才の呪術によって私は意識を乗っ取られてしまった。わずかに残った自我で呪術に抗いながら、己の精神世界で勇才が家臣孤児の器であることを知った。そして家臣孤児は次の器として私の意識を飲み込もうとしていた。お前は一体何がしたいのじゃ。集結した乙女たちに勇気づけられ、己の迷いを打ち払った私は、家臣孤児の呪縛から逃れ自我を取り戻した。私が歩むべき道はただ一つ。家臣覚悟。家臣孤児、安らかに眠りなさい。家臣がいなくなった世の中は少し落ち着きを感じられるようになった。しかし未だ平和とは言えない戦乱の世、私は今一度融和政策を掲げ、実現のために邁進することを心に誓った。今度こそ各地の争いを力ではなく和をもって収めてみせます。では行ってまいります。